はい、田村です。10月の13日の金曜日です。6時ぐらいはね、もうノームで、視界が見えませんでしたけども、もう10時ぐらいになるともう山の方もね、綺麗に見えるようになってきました。はい、先日黒御用、刈り取り終わった畑を1回、浅くね、後期しまして、明日小麦の種まきをしますので、それのね最終、後期をやっていきたいなと思います。ではね、安全運転でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではね、行きますよ。入り口が左側なので、奥から後期、していきます。ここ毎年黒豆を植えておりますけども、こんなに早く刈り終わったのは今までで今年が初めてじゃないでしょうかね。親父と兄貴がコンバイン、中古のコンバイン導入してくれたので作業がはかどります。本当に助かってます。父ちゃんと兄貴には感謝してます。ありがとうございます。というわけで、今年の小麦巻きしなきゃいけないんですけどもね、どこの畑も、作業が追いついてませんので、ここしかねもう巻けませんから、他の畑を準備しているともう、10月の後半になってくるので、ここにね小麦を巻いていきたいと思います。はい、というふうな感じですね。こうやってセットしていくんですけどもね。で、 PTO を2000回転ぐらいまで上げます。ロータリーを5つ前進していきます。ここはすごくよく土が乾く場所ですので、今年は干ばつ年でしたが、来年は雨が降る、多く降る予報、農事歴の予想ですので、ここ1枚でね2端部ありますけども、まあ、実際種まきするのは、まあ、一旦5世ぐらいだと思うんですが、収量をねしっかり取れるように頑張って、今年は巻き方をね少しね工夫して変えてみようと思ってます。今時期は朝がね2桁10度以上いきませんので、もう種をまく量をね多めにまいて、麦の茎の本数を多くしようと思っております。お米よりも麦の方がいっぱいね穂が取れるんじゃないのかと思いでしょうが、お米の方が粒数は多いので体積の違いなんですが、一本の茎につく種子の数がねお米の方が多くて小麦が少ないので、小麦はね年越す前しっかり茎をね本数を確保するというのが一つ目の課題ですので、茎の本数いっぱい取れるように箸のやり方から変えていきたいなと思ってます。今日は天気がとてもよろしいので種まけるかなと思うんですが、ちょっとね出荷作業を優先にしております。やっぱ焦るといいことありませんので、大豆も夏香りがねものになるさやがね本当に少なくてですね、今年の大豆は黒御用と山白玉のみになると思います。非常に残念ですが、あんなに手をかけたのにね、とても残念なんですが、こればっかりはねしょうがないですよね。努力したから報われるかと言ったらまあそうではありませんので、感情的にならずに、じゃあ次何ができるのかっていうのをね見ながら営農していかなきゃなと思ってます。これからやれないこと、削ぎ落としてね、これだったら営農続けていけるかもしれないっていうのを数字もしっかり見て農業経営していきたいなと思ってます。といえば言ってますが、非常に夏香りは悔しいです。感情的にならずにと言ってますけどもね、田植えが終わった後に頑張ってね種まきしましたけども、その後の草刈りとか除草もね頑張ってやりましたけど、そういうことが多々起きる、うまくいかないことの方が多い農業ですよね。ここ最近は2018年ぐらいから本当に作物が作りづらくなってきてますので、野菜なんか特にね労力かけた割には出荷目前で獣害にやられたりとかね、気候にやられたりとかしてますけども、やっぱりそこは
自分の技量のなさがね明るみに出るでしょうね。いろんな言い訳しつつもね、やっぱりいろいろ考えるとバタバタしてたりとかしますからね、やっぱり自分の管理不足なんでしょうね。こうやって今喋ってますけど、そんなこと思いながらいつもトラクター作業をやってます。豆柄をすき込んでおります。トラクターの時間ってただただ畑耕してるだけじゃなくて、今後のことをいろいろ考えたり、来週再来週のこと考えたり、お客さんに連絡しなきゃなとかいろいろ考えたり、とてもいい時間ですので大切にしております。よし、じゃあそんな感じで頑張ります。はい、後期作業が終わりました。貴重な晴れ間ですのでね、雨降ってくると種まきできませんので、晴れを有効活用して、小麦の種まきを頑張ってやっていきたいと思います。綺麗にね打てましたね、よかった。はい、以上となります。いつもご視聴ありがとうございます。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。